心を取り戻した女王を檻に閉じ込めた後、ジムはウィンクスが二度と夢の世界に戻ってこられないよう仲間をアースに送り込んだ。その頃、マットは愛する女王を見事救出。でも突然、人魚たちによって海底へと引きずり込まれてしまった。帰ってきたティンカーベル。嵐のように去っていった。まさに父親のピーターパンと同じだな。戻ってきて、マット。戻ってくることはない。ティンカーベル、お前は愚か者だな。奴のために魔法を手放すとは。降参しろ。今なら逃がしてやるぞ、ジム。お前の勝ちだ。よし、それじゃあ武器を下ろせ。お前は正真正銘ピーターパンの息子なんだな。これで終わりだ。私を見て。魔法が戻ったわ。また妖精に戻れたのよ。ティンカーベル、あなたなのね。懐かしい姿に戻った。意地悪なことばかりしてごめんなさい。キャプテンフックに言われたんでしょ。よくわかってるわ。ありがとう。
と森で出会った時、運命の人だと分かったけれど、気持ちを必死にこらえたわ。あなたこそ私の心よ。いつも夜の空を眺めると、星の中に君の顔が浮かんで見えた。そして今、君が俺の星だ。君の世界に平和が戻ったね。私たちの世界よ。よし、今から夢を悪夢に変えてやろう。俺の邪魔をするな、ウィクス。悪いけど断るわ、ジム。もうあなたのことは信じられない。ずっと私たちを騙してたんだね。自分の栄光のために夢の世界を乗っ取ろうとした。もうそれもおしまいよ。最後にもう一度だけ忠告する。邪魔するな。フローラ、植物たちと話せる。今やってるけど、パニックで話を聞いてくれないの。命の木は夢の世界の心臓だ。救わなければこの世界は失われてしまう。もしもそうなれば、あらゆる場所のすべての夢が消えてしまう。命の木が海賊船に姿を変えてる。空に突き進め。私がやってみる。あのガラスのバリアに守られてるのよ。俺を倒すことは不可能なんだよ。君たちの魔法は痛くも痒くもない。よし、ウィンクス一人ずつを空から追い払ってやるとしよう。それにティンカーベルが妖精に戻ってる。私たちが協力するわ。ああ、
マットが飛べるようになったの。ティンカーベル、仲間になれて嬉しいわ。さあ行こう。船の止め方なら分かってる。やった、見事命中。いえ、やめて。あの船は命の木よ。夢の世界の心臓なの。破壊しちゃダメ。その通りよ。船を破壊してしまったらこの世界ごとなくなってしまうの。それじゃあどうしたらいい。船に近づくことができれば私の力で大砲を止めてみせるわ。みんな、ティンカーベルを援護して。マットと私はジムを攻撃する。俺の魔法なら効く。近くに行ければ俺が型をつける。じゃあついてきて。今よ、マット。諦めろ。どこにも出てはいけないぞ。いや、出ていくのは俺じゃない。夢の世界は終わりを迎える。悪夢が未来を牛耳るんだ。あれは何なの。あそこに向かって船を動かしてる。悪夢の世界に続くポータルだ。命の木がそこに入れば全ての夢が永遠に絶える。そして悪夢の世界だけが残る。今すぐ止めろだ。夢が絶たれる。悪夢だけが残る。急ぐわよ。このスピードで追いかけても追いつけないよ。悪夢の世界に向かって行ってる。もうあの船を止めようがない。どうするの。私もわからない。今新たな時代が始まる。闇と恐怖に包まれた世界。それじゃあ悪夢の世界でまた会おう、ウィンクス。悪夢の世界は俺が支配する。キャプテンとして、いや、王として全てのものが俺の前にひれ伏す。あなたが王になることはない。罪よせよ。俺についてくればいい。断る。俺たちはずっと仲良くやってきたじゃないか。あんたはウィンクスを裏切った。マットを誘拐しろと命令したのに、手のひらを返したように俺をつぼみの中に監禁した。ならお前も他の奴らと一緒に倒してやる。チャンスが見えてきた。スミ、行け。そうはさせないぞ、スミ。覚悟しておけ。
裏切り者の男がここで何してるんだ。ああ見ろ、マットだ。ピーターパンの父親、いや息子だ。わかるだろ。ああこいつはまさに夢の世界の英雄だ。君がいなければ決して勝てなかった。ありがとう。スミスミスミ、なかなかやるな。夢の世界の英雄が我々の危機を救ってくれた。皆の夢がこれでまた守られたのだ。ああ夢の世界が戻った。見ろよ、ティンカーベルだ。いや待てよ、あれは夢の世界の女王じゃないか。良い心を取り戻したんだな、女王万歳。女王万歳。女王、失礼をお許しください。今やっとあなただと分かりました。いいえ、みんなに謝らなくてはならないのは私の方よ。夢の世界を悪夢に変えてしまった。怒りに任せてしてしまったひどいことの数々、本当にごめんなさい。でもマットが大事なことを教えてくれた。おかげでネバーランドは再び世界中の夢を育む場所に生き返った。でも俺たちを本当に助けてくれたのはウィンクスだ。彼女たちがいなければ夢の世界の命はなかった。私たちどんどん有名になってっちゃうね。世界中どこに行ってもみんなの人気者。海賊たちとみんな本当にありがとう。人気者といえばニューヨークでクローンに演奏させたままよ。気づかれる前に急いで戻らないとね。みんなありがとう、おかげで夢の人と出会えたよ。幸せになってね、マット。幸運を祈るわ。うまくいってるみたいね。すごい盛り上がりじゃない。ちっとも面白くない。あれを誰だと思ってるの。私たちよりいいってこと。ステーラ、あれは私たちでしょ。私たちのクローンなんだから。あ、そうでした、やだもん。イエーイ、いけいけ私たち。よし、それじゃあショータイムだよ。私が光を作ってクローンを消して本物の私たちがステージに出る。ご覧ください、あちらが本物のウィンクスです。どういうことなんだ。意味が分からない。あの人誰。待てよ、何がどうなってるんだ。目の錯覚じゃないわよね。偽物のウィンクスがいたってことなのかな。どういうことか説明してくれよ。笑って、お嬢さんたち。この写真を世界中のテレビ局と雑誌社に送りつけてあげる。うん。ウィンクスは何者、影武者を使って何を隠しているのでしょう。速報が入ってきました。ガーデニアが生んだスターウィンクスにかつてないスキャンダルの兆しです。
ウィンクスの正体は何者なのでしょう。ウィンクスは全て偽物だったのでしょうか。第2期のあのスターの真実をあるニューヨークのジャーナリストが握っているということです。セントラルパークに中継をつなぎます。チャンネルはそのまま、衝撃の事実が明かされます。現場から生中継です。ウィンクスはペテン師です。世界を騙し続けてきました。そして今から彼女たちの驚くべき秘密を全世界にお教えしましょう。ウィンクスは実は妖精なんです。魔法を使って皆さんを騙してきました。これも魔法で作り出したクローンなのです。果たして彼女たちは善人なのか危険な存在なのでしょうか。怯えるがいいさ。お前たちが懺悔する日が間もなくやってくる。途方もない夢を見ているようだな。どうあがいても無駄よ。悪いレビューは避けられない。行くわよ。でもステージが失敗する様はしっかりと見させてもらう。ステージのアクシデントは全部偶然じゃなかった。あなたが私たちのコンサートを妨害していた犯人なのね。私はバーバヤーガ、闇に生きる女。さあ魔法で魔女の仲間を集めてやろう。そうなればウィンクスは手も足も出なくなる。アースで妖精と魔女が共存することはできない。不思議か